ちょっとヨメコさん、さっき駅前にいなかった？ナミさん、こんにちは。はい、ちょっと電車に乗る用事があったので。ワンピース。え？ワンピースよ、ワンピース。なんかピンク色のやつ着てたわよね。ええ、おかしいですか？おかしいわよ。だってあれ結構高いワンピースでしょ。私雑誌で見たもの、この春の新作だって確か7万円くらいするはずよ。なんで八百屋のお嫁さんがそんな高いワンピースを？それはびっくりです。私もいただき物なのでそんなに高いものとは。ヨメコさん、普段は安い服だよね。いつもはシュマブラとか白黒の服ばかりですね。ワンピースも2000円以上になると買うのに躊躇するくらいで。じゃあそのワンピースちょうだいよ。え？だってヨメコさんはいつも安い服ばっかり着てるんだよね。なのにそんな高いワンピースなんておかしくない？私にちょうだい。今すぐ取りに行くから。ちょっと落ち着いてください、ナミさん。さすがにこんなお高いワンピースあげられませんよ。はあ？なんでよ。ヨメコさんだけずるいじゃないの。そう言われましても、これは義母が買ってくれたものなんです。ヨメコさんがお金を出したわけじゃないでしょ。なら別にくれたっていいじゃないの、ケチ。もしこのワンピースが500円だったとしても私はお譲りできないですよ。はあ？なんでよ。だってせっかく義母が買ってくれたんです。食べ物とかをお裾分けすることはありますけど、買ってもらった洋服をあげたりはしないですよね。意味がわからない。あの、私もナミさんの言っていることがよくわかりません。どうしてそんなにワンピースが欲しいんですか？だってそろそろ旅行なのよ。そういえばナミさんのところはよく旅行に行けますよね。確か義実家の方々が旅行を好きなんでしたっけ？そうよ。うちの家族と義両親と、あとは小獣人たちの家族をみんなで参加するの。今回はちょっとお高めの旅館に泊まるんですって。わあ、いいですね。だからそこに着ていくためにちょうだいよ。だから無理ですってば。ナミさんもワンピース買えばいいじゃないですか。なんですって？悔しい。そんないいワンピース着て歩いちゃって何よ、自慢？ヨメコさんっていい人だと思ってたけど、そうやって嫌がらせするような人だったのね。そんな、私嫌がらせなんてしてません。うるさいのよ、この偽善者、最低。ナミさん、こんにちは。私の名前はヨメコです。施設で育った私は結婚に対して不安がありました。義両親に受け入れられるのかどうかとても不安だったんです。そんな私を快く受け入れてくれた義両親、特に義母は本当の娘のように私を可愛がってくれます。先日義母からワンピースをもらったのですが、まさかそんなにお高いものだったとは。でもナミさんから何度もワンピースの催促をされて本当に困ってしまいました。そして昨日たまたまスーパーで会ったんです。その時にもワンピースをよこせと大騒ぎ。ナミさん、どうしてしまったんでしょう。とりあえず家計簿でもつけて心を落ち着かせます。あれ、バッグの中にお財布がない。もしかしてナミさんがつかみかかってきた時に。あのナミさん。は？何？私の。だから何よ。私のお財布知りませんか？エコバッグの中に入れておいたんですけど、今見たらないんです。やだ、ヨメコさんたら今更気づいたの？ナミさん、何か知ってるんですか？私があんたのバッグから財布盗んだのよ。これで温泉旅行を満喫するの。高級なワンピースをよこさないあんたが悪いんだからね。その中身100円もないですよ。え？それで温泉旅行を満喫はできないですね。何言ってるの？こんな立派そうな財布なのに。本当だ。というか中身50円もないじゃない。私、毎回お買い物に行く時には使う分しか持っていかないんです。だからお釣りちょっとしか残らなくて。ちなみにそのお財布はすごくしっかりしたものですけど、商店街の洋品店でワゴンセールだったんですよ。ワゴンセール？ちなみに500円でした。ああ、やっぱりこうなんだ。私の人生ってこうなんだ。何をやってもダメで、もうダメよ、おしまいよ。嫌だ嫌だ、リセットしたい。全部なくなってリセットしたい。ナミさん？もう嫌よ。ナミさんには何があったのでしょうか。とりあえず中身は39円だったそうですが、泥棒は泥棒。
義母とも話し合いましたが、ちゃんと警察に出ることにしました。一応通報というか相談をした方がいいと思ったので、そうしたらちょうどナミさんも警察署に来ていたんです。早く逮捕してほしいと震えていました。ナミさんとも話をすることになったのですが、見てびっくり。目の下にすごいクマができているんです。しかも警察で話をしているというのに目はうつろ。時々眠ってしまいます。逆に体が心配になってしまうほど。そしてついには泣き出していろいろな話をしてくれたのです。これは旅行中にナミさんが技師のひでこさんとやり取りした LINE。 私はこの LINE を見てびっくりしてしまいました。旅行当日、ナミと技師ひでこの LINE。 はぁ、マジ使えないんだけど。なんでうちの子ここにいんの？早く迎えに来てよ。妹たちの子も全員連れて行ってよね。あの、お姉さん、すみません、私ちょっとお腹が。嘘ついたら許さないよ。あんた嫁でしょ？婚家に尽くすのが嫁ってもんだろうが。そんなこともわからないなんて本当にゴミだよね。せっかく旅行に連れてきてやってるんだから早くしなよ。私昨日から何も食べていないんです。せめて先に食事をさせていただけませんか？はぁ？あんたにそんなことしてる暇あると思ってんの？早く子供たちの面倒を見てよ。私たちこれからエステのコースを予約してるんだから。あんたは夜に車中泊しながら菓子パンでも食えばいいんだよ。お願いします、もう限界なんです。旅行の準備ができてないって主人に言われて朝からいろいろ準備して。うるせえよ。え？うるせえんだよ、嫁のくせに。いいから早くしてくんない？はい。ひどい、ひどすぎる。ナミさん笑ってるんです。笑いながら涙を流しているんです。嫁だと幸せになっちゃいけないんですか？ご飯を食べちゃいけないんですか？自分たちだって嫁に行ったんじゃないんですか？ナミさんは震えて何度も逮捕してくれと言っていました。あの家から逃げたいのでしょう。ナミさんには小学生のお子さんがいます。しかし周りがみんなナミさんのことをバカにするので、最近ではお子さんもナミさんのことを蹴ったりするそうです。ママ、お母さん、そんな言葉はなくクソババアと呼ばれると。そしてどうやら小獣とのひでこさんが離婚の危機にあるらしく、ここ1ヶ月は特にひでこさんの態度が悪化。ナミさんは追い詰められていました。そんなことがね。あの子痩せたものね。あそこに嫁いで苦労してるだろうとは思ったけどさ、ひどいものだね。お母さん、ナミさんの嫁いだ家のこと知ってるんですか？あそこは女全員気の強い家でね、昔からトラブルばっかりなんだよ。特にひでこちゃんは学校で気の弱い子をいびっていたとかで問題になったこともあったね。あの子もう40近いのに何やってんだかさ。そんな家だったんですね。昔はね、今はずっと良くなったと思ったんだけど、ひでこちゃんが大暴れしてるってとこかね。あの、お母さん、ナミさんのことなんですけど、ほら、私お財布盗まれたじゃないですか。ああ、どうするんだい？和解、示談することにしました。ナミさんがやったことは許されないことだけど、ナミさんずっと反省していたし、もう本当に号泣していて、何より精神状態がすごく不安定だったから。嫁子がそう決めたならそうすればいいさ。でも何か不安なことがあったらいつでも相談するんだよ。あたしゃ嫁子の姑だけどさ、嫁子のこと本当の子供以上に思ってるんだから。お母さん、うん。さて、その後のことです。ナミさんはあの家から逃げることになりました。警察でお話をした時に警察官の方からシェルターなどのお話を聞かせてもらったんです。ただナミさんの場合はまだ働ける年齢だし、実際に逃げるとなるとお子さんを置いて一人で行くことになります。この場合なかなかシェルターにも入れないそうで、高齢者や妊婦、小さいお子さんがいるママさんなんかがどうしても優先になるらしいのです。近隣のシェルターはいっぱいだったので遠い民間シェルターへ。でも距離があった方がナミさんも安心するでしょうね。ちょっとあんたふざけんじゃないよ。あんたが逃げたせいでうちらは笑い者なんだから。嫁を追い出した鬼一家って言われて私は離婚決定。妹たちのところだって夫婦仲がやばいことになってるし、どうしてくれるのよ。ねえ、お願い、私離婚だけはしたくないの。私は悪くないって旦那の前で言ってよ。
ちょっと、なんで既読もつかないの？まさかブロックしたんじゃないでしょうね。助けて、助けて。ヨメコとナミのライン。ヨメコさん、荷物たくさんありがとうね。あ、ナミさん、よかった。ちゃんと届いたんですね。ヨメコさん。どうしましたか？私、ヨメコさんにひどいこと。ああ、そのことですか。え？何一つ気にしてないから大丈夫です。それに、ナミさん病院で精神状態がかなり悪いって、お医者様から言われていたじゃないですか。でも、悪いことは悪いことだわ。それにひどいことも言ったし、ヨメコさんのワンピースを欲しいだなんて。綺麗なワンピースを着たら楽しい旅行になるかもしれない、そう思ったんじゃないですか。不思議よね。そんなことあるはずないのに。ヨメコさんすごく似合っていたの。本当に可憐っていうのかしら、とっても可愛かった。そんなヨメコさんの姿を見て私すごく嫉妬してしまったわ。私だって綺麗なワンピースを着れば幸せになるかもしれない。なんでこんなことを思ったんだろう。着ましょうよ、ワンピース。え？着ましょう。もうナミさんは離婚して全てから解放されて、シェルターに紹介してもらって、仕事も新しい家だって見つけて、これからは好きな服だって着れるんです。旅行だって行けるし、ゆっくり楽しめるし、それとほら、猫カフェにも行けますよ。だからどうか罪悪感を持たないでください。ナミさんはこれから幸せになれるんですから。ヨメコさん、ごめんね。ごめんね。本当にありがとう。ありがとう。その後、ナミさんは民間のシェルターに入った後、弁護士を紹介してもらい、うまく離婚することができました。もちろん慰謝料も請求。お子さんの親権は旦那さんになりましたが、血がつながらない親子が親子になれるんです。逆に血がつながっている親子でもうまくいかないことはあるでしょう。こういうケースは決して珍しくないそうです。とっても難しい問題だけど、私はナミさんの考えを尊重したいです。あの家族は、イッカリさんっていうのかな。ヒデコさんもそうだし、その妹さんたちも離婚。ちなみに元義両親までも離婚したそうです。今まではみんなでナミさんをいびっていたけど、いなくなったらストレスの吐け口がなくなったんでしょうね。家族で大喧嘩をして、怪我をしたり骨折した人もいたそうで、鬼一家と呼ばれた彼らは辛い日々を送ることになるでしょう。お子さんは施設に送られたみたいですが、あの家族と一緒にいることを考えると希望があるかもしれません。わからないけどね。ナミさんはその後住み込みで工場の仕事を見つけました。用意されたアパートも綺麗だし、仕事も楽しいみたいです。よかった。さて、私はあのワンピースを着て、今日は義母とお出かけ。どうして義母がこんなに高いワンピースを買ってくれたのか。私は施設で育ったのですが、その時にお世話になった方のお墓参りに行こうとしていたんです。このお話をしたら、義母が綺麗な格好しなさいと、ワンピースを買ってくれたんです。嬉しい。でも、お墓参りだけじゃもったいないですよね。ということで、今日は義母と一緒にデパートに行くんですよ。とっても楽しみ。メロンソーダ飲みたいな。はいはい、セイナさん、こんにちは。今日も嫌味な人ね。本当にいい性格してるわ。シングルマザーである私のことそんなに嫌い？え、何なんですか？一体どうしたんです、マキエさん。私今日マキエさんと一言も喋ってない気がするんですけど。喋ってないわね。でもだから何？それでもあなたは私に見せつけたのよ。本当にいいっすね。だから何の話ですか？何かあるなら早く言ってくださいよ。今日セイナさん、ママ友と喋ってたでしょ。覚えてないとは言わせないわよ。喋ってましたね。それで？それで？よくもそんなことが言えたわね。私がいるのを知ってて家族自慢してたんでしょ。はい？家族自慢？旦那に不満はないし、義両親もいい人だ、子供も可愛いって言ってたでしょ。確かに話の流れでそんなことも言ってたけど、別にマキエさんに関係ある話じゃないでしょ。関係大ありよ。うちが不仲で離婚して新ママになったことバカにしてるんでしょ。あなたの家庭は何ありだったみたいだけど、私は違うのよって。幸せアピールも大概にしなさいよ。何を勘違いしているのか知りませんけど、
私はマキエさんが近くにいたことすら知りませんでしたよ。なんなら声をかけてくれればよかったのに。こういう絡まれ方するあたり、やっぱり私って同級院寄せちゃう体質なんですかね。気づかなかったなんて嘘よ。仮に本当だったとしても、幸せアピールしてたってことに間違いはないでしょ。幸せアピールか。私、常識人が相手ならこんなこと言わないんですけど、マキエさんは純然たるドキュンなので言わせていただきますね。何よ。アピールっていうか、事実なんですよ。な、だいたいマキエさんに向かって言ってないんだから、被害妄想もいいところですよ。私は他のママ友と話してたのであって、マキエさんとは話してません。わかりました。ほんとすっとぼけるのがうまいわね。しかも煽りまで入れて。私多分前世煽りイカなんで。そっちの煽りじゃないわよ。縄張りバトします。それはスプラトゥーンでしょうが。はぁ、あ、ラチが開かないわね。いいわ、セイナさんに一度だけチャンスをあげるわ。チャンス？ええ、そうよ。このチャンスをちゃんと生かせたら詰め寄るのをやめてあげる。ほう。家族誰でもいいわ。でも旦那が好ましいわね。愚痴を言ってみなさい。いくつでも聞いてあげる。ないです。ちょっとは考えなさいよ。なんかあるでしょ。靴下脱ぎっぱなしとか、トイレの蓋とか、そういう細かいところでも。いやー、ないですね。だって義両親は元教師ですし、旦那の教育には力を入れていたようなので、目につくほどの何かってのはないですね。はあ、そんなはずない。誰でも欠点はあるはずでしょ。まあ確かに欠点がない完璧人間なんていないでしょうね。それを言いなさいって言ってるのよ。それが不満なんだから。違いますね。完璧でないからといってそれを不満に思うわけではありませんよ。完璧でないからこそ補い合えるからこそ愛しいんじゃありませんか。何よ、そんな正論っぽいこと言ったって私は納得しないわよ。じゃあお子さんのことは嫌いですか。は？そんなわけないじゃない。でも子供って不完全で、ほとんど何もかも完璧には程遠いですよね。そうね。そういうことですよ。ってことで私はこれから家事を終わらせて動物がたくさんいる島を開発しに行くんで。いやいやいや、なんか納得させられそうになったけど私は納得しないわよ。だいたいそこはスプラトゥーンじゃないの。それ動物の森でしょ。はいはい、そんなわけでまた。いや、またはなくてもいいかな。一言余計なのよ。私の名前はセイナです。ゲームはエンジョイ性な主婦です。最近はスローライフ系のゲームで心を癒したり、逆にオンラインでマッチして対戦するゲームで普段のドキュンへの怒りをぶつけるのにハマっています。さてさて、今日のドキュンはマキエさん。去年旦那さんと離婚しシングルマザーになった彼女は、よそのご家庭の愚痴を聞くのが趣味らしく、逆にのろけや大して愚痴がないという家庭を目の敵にしているのです。どうにも自分の聞こえる範囲で家庭がうまくいっているという話をされると、全部自分への当てつけだと思うらしいのです。厄介な方ですよね。話をするときにいちいち周りを見回して、マキエさんの存在を確認なんてしていられないし、もういっそ喋らない方がいいのでしょうか。まあ私がドキュンのために何かをするわけがないんですが、今回も一腹ありそうな予感です。何よ何よ、いい加減にしなさいよ。本当に最悪。幸せアピールの次は金持ちアピール。はい。今日も京都で騒がしいですね。セミですか。今の時期うるさいですもんね。ぜひ仲間の元に帰って二度と戻ってこないでください。セイナさんこそ今日も辛辣ね。そんなに私をイライラさせて楽しい。今日も相変わらず何の話かわからないんですが、本題に入ってもらっていいですか。すっとぼけるんじゃないわよって言いたいところだけど、どうせイタチごっこになると思うし仕方ないから教えてあげる。まあ別に知らなくても知らないんでどうでもいいんですけど。一言も二言も余計だからちょっと黙っててよ。はいはい、ごめんなさいね。あなたのセイナさんの家に高級車が泊まってるのを見たわ。はあそうですね。はあそうですね、それだけ。逆にどんな反応を求めてたんですか。いやーバレちゃったとか言えばいいですか。それはシンプルに気持ち悪いからやめてほしいわ。そこは私も同感です。自分で言ってて鳥肌が立ちました。じゃあ最初から言わなければいいじゃない。ってそうじゃなくて、あなた家族仲がいいだけじゃなくてお金もあるのね。ないわけじゃないですけど、
あの車はうちのじゃないですよ。ないわけじゃないって。また嫌味な人ね。それじゃあやっぱりあの車はあなたのでしょ。いや、私のでも旦那のでもないですよ。これは本当です。嘘ばっかり。じゃあ誰のよ。それは言えません。旦那の友人とだけ言っておきます。そうやって濁してあぐらかす気ね。やっぱりセイナさんちの車なんだ。話聞いてます？うちのじゃないんですって。すごく嫌な予感するんですけど、何もしないでくださいよ。いい？覚悟しておきなさい。これは勝手に車を乗り回すタイプのドキュンか？何言ってんのよ。いえいえ、独り言です。まあ警戒しておくに越したことはありませんね。セイナさん、私が今どこで何してると思う？うわ、 LINE が来たってことは、セイナさんがちょっと家を出た隙に。ああ、何かやらかしたんですね。でも車の鍵はあるし、乗り回し系じゃなかったのか？一体何をしでかしたんです？車のタイヤ4輪全部に穴開けてパンクさせちゃった。ざまあ。ああ、やっちゃったな。セイナさんが懲りずに幸せアピールして金持ちアピールまでするから悪いのよ。そう、いわばこれは罰でっちゅう。何時代ですか。私がせっかく気を使って黙っておいてあげたのに、自ら墓穴掘りましたね。え、黙ってた？何のこと？負け惜しみ？そんなんじゃありませんよ。とりあえず自白も取れたし、動機も聞けたし、警察に突き出しますかな。あー、しまった、言わなきゃよかった。バカすぎません？お願い、警察だけはなんとか弁償するから。見事な手のひら返し。でも無理ですね。こればっかりは持ち主であるあなたの元旦那さんが判断することですから。え、待って、元旦那？一体その車見覚えないですか？あ、これ元旦那が離婚前までずっと欲しがってた高級車。じゃあ本当なの？まずい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 、どうしよう。セイナさん、私に聞かないでください。ちょっとあなたの元旦那さんに報告しなきゃいけないんで、詳しいことはまた後ほど。待って。私があの車を元旦那の車だと言わなかったのは、気まずく感じるだろうという私なりの気遣いでした。まあそんなこととも通知らず、すごい勢いで墓穴を掘りまくったわけですが、ちなみに元旦那さんは私の旦那の大学の先輩で、ちょうどうちに遊びに来ていたのです。結婚式をしなかったご夫婦だったので、マキエさんはうちの旦那と面識がなかったので気づくはずもなく。お願い、お願いだから何とかして。無理です。警察に行くのと弁償、親権を譲るのとどっちがいいかって脅されてるのよ。自業自得です。あなたのせいでしょ。知りません。ああもう。マキエさんは観念し、しぶしぶ親権を渡し弁償をすることに決めたそう。しかし警察に突き出されることは免れたものの、今度は自分が養育費を払う番になったため、小さな工場の住み込みで就職し、カツカツの生活を送っているんだとか。しかしどうにもこの工場の社員たちは訳ありの人ばかりのようで、まるで今までの自分のように全員不幸せオーラがダダ漏れなんだそう。さすがのマキエさんもそんなどんよりした雰囲気に耐えかねてはいるものの、養育費のために辞められないというジレンマに陥っているそうですよ。上を見ればキリがないし、下を見てもキリがないって話ですよね。ちなみにお子さんは元旦那さんの方で幸せに暮らしています。たまにうちに来てはうちの子と遊んでいきますが、前よりもっと幸せそうな顔しているので一安心です。度が過ぎる妬みは身を滅ぼしますね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。